はい、ということで、うん、うん。はい、じゃあ次のやつですね。V スポウェイにインタビューをしてきました。はい、V スポインタ、V スポウェイにインタビューしてきました。ちょっとね、うちの運営さんはですね、表に声を出すことができないので、運営さんの言葉は全部字幕になっているんですけども、なので、ちょっとなんか、歩きスマホとか、運転中の人とかは、後から字幕を見てくださいね。ちゃんと前を見て走ったり歩いてください。それでは、どうぞ。リスナーから質問を募集、たくさんして、485件来ました。ということで、それ聞いていきます。一番、つるん。一番手のかかるメンバーは誰ですか？じゃあ、いろんな意味で。メンバーの中で誰が一番やばいか、総合的に。わかる。でもなんかやばいって言われてるメンバー、リスナーの投票だと私がほとんどなんですよ。どう思いますか？はい。はいはい。やばくない称号いただきます。じゃあ、最近成長したなって思うメンバーいますか？ね、うん。そう思います。出会った頃から20歳くらいスミレ年取りましたよね。ははは、わかる。最近すごいっすよね、だからもう。ちなみに遅刻はしますけどね。はい。次。配信経験なくても、自信あれば V スポメンバーになれますか？ちなみにオーディション、受かりやすいのは、どうしたらいいんですか？そうですね。そう思います。はーい、ということで。V スポ運営に対してのインタビュー動画でした。やばい、ちょっと今日30分超えちゃうな。よいしょ。そうですね、ちょっと運営タクシー中に話してて、結果運営と30分ぐらいインタビュー話したんで、多分あと2回分ぐらいはインタビューの内容あるんで、また分割で分けてね、ニュースでそちらをお披露目していこうかなと思います。はい。じゃあ、ちょっと一生懸命に行きますよ。はい、次のコーナー。